平成27年台風第10号は2015年7月2日に発生した台風。進路図7月1日にフィリピンの東のフィリピン海で発生した低圧部は急速に発達して熱帯低気圧となり、2日に合同台風警報センターは熱帯低気圧番号 10W を割り当てた。フィリピン大気地球物理天文局は現地時間2日11時に フィリピン名、エガイと命名。10W は、同日21時に、北緯15度40分、統計128度80分で台風となり、アジア名、リンファと命名された。台風は当初、フィリピン海を西に動いていたが、4日には進路を、北西に変えながら、ルソン島に接近。現地時間5日8時頃に、ルソン島北部東岸に上陸した後、南シナ海へ。 抜け、再度勢力を増しながら、ゆっくりと北進。9日夜に、関東省に上陸して、10日にかけて、香港へと進んだが、同日9時に、北二22度冷部、東経113度冷部で、熱帯低気圧になった。3日、早朝、パガサは、ルソン島のイサベラ州、カガヤン州などに対して、シグナル1の暴風警報を発令。その後、 3日夜から4日夜にかけて範囲を拡大するとともに、アウロラ州北部、キリノ州やバブヤン諸島などにシグナル2を発令している。これに伴い、保健省や農務省、赤十字などの各政府機関、関係機関は災害対応の準備を行った。セブやタグビラランなどで出港が見合わされたことで4日までに乗客1000人余りが足止めされたほか、 複数の航空便が運休した。4日から5日にかけて、フィリピン西部のパラワン州など4カ所で、土砂崩れ、16カ所で、洪水や鉄砲水が発生。約5万5000人が、台風の影響を受け、家屋の前半階205棟、確認された、損害額は、インフラ、漁業、農業について、約2億1465万ペソとなっている。なお、 台風の接近に伴う波浪は7月2日に発生したフェリー沈没事故の捜索活動を阻害することにもなった。中央気象局は台湾南東部で大雨や土砂災害の可能性があるとして警戒を呼びかけた。台東緑島、台東乱遊、東港小竜宮を結ぶフェリーが欠航になり、台東県六屋高台で6月27日から8月9日。 までの期間で開催されている2015台ワン国際熱気球フェスティバルが一時中止されたほか、平東県内の公園などが閉園、封鎖された。平東県の大館山観測所では7日午前0時から8日午後5時30分までに391.5ミリの降水量を観測した。風速20から40メートル程度の強風の可能性があるとして、 香港天文台はシグナル8を発した。これは10段階ある熱帯低気圧警戒シグナルの8段階に当たる。また、台風接近に伴い、現地時間9日19時から10日7時までに、香港国際空港を離着陸する520便が予定の変更を余儀なくされた。関東省では8日17時からの24時間で、 省内の気象観測所のうち75箇所で100から250ミリ、120箇所で50から100ミリの豪雨となり、また、京葉市では9日に風速47.5メートルを観測している。京葉牛尾山空港では57便がキャンセルされ、新鮮市の諏訪島高速道路は封鎖された。陸方市で確認されている被害額は2億4800万円。ありがとうございます。